皆さん、こんにちは。ゴールド TV です、えー。今日もお使いいただきありがとうございます。一部はね、木について、えー、見ていきましたけど、第二部はコーヒーについて見ていきたいというふうに思っています。まあ、表題にありますけども、えー、安くて美味しいコーヒー。これがもうね、えー、なくなってしまう。高いコーヒーしか飲めなくなってしまう。という話について今日はね、えー、見ていきたいというふうに思っています。 まあ、サブタイトルでコーヒー価格が45年ぶり高値、ね、これは史上2番目に高い今値段をつけています。もしかしたら、えー、すぐのタイミングでこの過去最高値を超えて、史上最高値をつける可能性もあるということで、今,日今回、特に、ね、ピ,ッピックアップして、コーヒーについて見ていきたいというふうに考えています。 えー、コーヒーね、えー。私たち美味しい美味しいって、まあ私も朝起きたらまずコーヒーですね。夏でもまずお湯沸かしてあったかいコーヒー毎日朝一番で飲んでます。一、まあ、日何杯飲みますかね。まあやっぱり平均2、3杯は飲むんじゃないですかね。昔は嗜好品って言われてましたけども、今はどっちかというと必需品になってますよね。はい。で、多くの人が知らないと思うんですけども、まあ知ってる人は知ってると思うんですけどね。 えっと、コーヒーの種類って大きく二つあります。一つはアラビカ種、これはブラジルを中心としたコーヒーで、まあ多くの日本で飲まれているコーヒーはこのアラビカ種ですね。南米産のコーヒーです。もう一人は、もう一つの品種はロブスタ種って言います。これはあの、なえー、東南アジア、ベトナムとかインドネシアで取れるコーヒーですね。はい。 えー、この2種類あるんですけども、アラビカ種、ブラジルのコーヒーも今、上昇、値上がりが続いてるんですけども、えー、よりこう値上がりが激しいのが、このロブスター種、ベトナムとかインドネシアで、えー、生産されてる、こっちの方の品種、これがですね値上がりが今、ものすごいですね。なので、表、え、題、ーえー、にありますけども、もうこれからの時代、安くて美味しいコーヒーはもう飲めなくなってしまうんではないかな。 いうようなことについてね触れていきたいというふうに思っています。で、今ね、これ、あの次の、えー、グラフで、まあ、コーヒーの相場、見ていきますけれども、最初にちょっとかいつまんでご説明いたしますと、ロボスタッシュの、えー、コーヒー価格、これが今、えー、っと、今ですね、直近の最高値、ね、1キロあたり、えー、ん 4.53ドルまで今上がってるんですね。はい。えー、はい。このあたりだと4530ドルまで値上がりしてるというふうな状況になってます。で、2001年の安値が、えー、同じキロあたり61セントでしたので、これもまあ起点とすると7倍以上に今値上がりがしているというふうな状況になってます。直近では2000、あ、えっ、ー、と、2020年、 今から4年前の安ね。これが1.07ドルでしたので、まあこれを起点としますと、4倍以上、今、値上がりが続いているという状況になっています。7倍とかね、4倍とか,か,か、あの一口で言いますけど、ものすごい値上がりですよねうん。100円で買えてたものが700円になったってことですからね。まあ今の世界的なインフレからしたら、まあ、 ああ当然じゃないのっていう見方もできなくもないんですけども、これ原料ですからね。あの、氷販売価格ではなくて、産地が、産地で消費国が買い付ける、いわゆる原料価格ですので、この価格が4倍だ、7倍だっていうふうに値上がりしているというふうな、えー、ことになります、えー。次のこの最初のグラフですけども、1960年から、えぇ、ー、市半世紀以上、60年以上、 えの長期のこのロボスタッシュコーヒーのグラフ、年、ねえー、年受のグラフになります。えっ、ー、と、出ドこロはこれ世界銀行ですね。はい。データ元は世界銀行のデータから取ってます。えー、え千九百七十七年、はい。こ、う、れんうんはい。に、この、えーキロ、キログラムあたり、 4.93ドルっていう高値があるんですけども、まあ、この値段に近いところまで今上昇が、値上がりが続いている。今年の直近の今の最高値が同じくキログラムあたりで4.5ドル、4.5ドルですね。なので、今市場2番目の値段まで上がってきてますよっていうことですね。はい。で、次のグラフも同じなんですけども、2008年からのグラフになりますので、 えー、この間15、六6年ぐらいの、えー、まあ、これでも結構ね、長いスパンだとは思うんですけども、えー、より、まあ、値動きが分かりやすいかなと思って、はい、2020年の安値が、これはですね、単位は、えー、<laughs> トン当たりドルですね。はい、<laughs> なので、ここですね。この1.07ドルっていうのは、これ、キログラム当たり。 でこのグラフ自体はトンあたり、ちょっとね、<laughs> えー、単位が違いますけれども、<laughs> 2020年のこの安値を危険として今、えー、4.5ドルまで上がっているということですので、4倍以上に値上がりしているというふうな状況になっています。あただ、この、うん、テクニカル値を見ると行過、いきすぎですのでね、いきすぎ,ぎですし、 こマクディの方もね、ゴールデンクロスが継続してはいるんですけども、そろそろもう限界に近づいているので、ここからまあデッドクロスにな変わって修正安に入る可能性もあります。しかも、えー、実態相場としては3ヶ月連続の上髭、ね、上髭がつくので、ね、えー、反落の一応3位というふうに見なされますので、ここからまあ下落する可能性は大いにあるんですけども、まあそうですね。 このグラフで言うと3000ぐらいまで下がってもおかしくないですかね。半値押しだと3200ドルぐらいまで下げますかね。まあ大きく下落する可能性はあるんですけれども、まあいずれにしてもこの上昇波動は今後も続く可能性があるということですね。で、今このこうロボスタコーヒーの価格の推移だけ見ていただきましたけれども、 このね、なぜ上がってるのかが、これすごく大事なんですね。もう上がざるを、上がざるを得ない日本が合ってますか <laughs> 上昇せざるを得ないという状況なんですよね。まあ、世界的な、あのー、えー、地球温暖化これによる世界的な異常気象 これもあるんですけども、特にあのこのロボスターさんが抱える大きな原因として、まあ、ベトナムが世界の約3分の1の生産量を誇るんですけども、このベトナムがちょっとね、やばいんですね。ベトナムっていうとね、あのメコン川、大きな川ね、メコン川流れていて、まあ、ベトナム行った、旅行行ったとの、行ったことがある人はよくわかると思うんですけど、なんかツアーでね、オプショナルでメコン川、ね、船に乗ってあのちょっと、 えー、流域を流れて、えー、船に乗って見ますよっていうのがあって、まあ、お土産屋さんとかね、水上マーケットみたいなのあるんですけども、まあ、このメコン川の上流、すごく、ね、大きな川で水流も多くてね、まあまあ、こういったことで、えー、ベトナムの農業、米とかね、あタ,ピオカとタピオカとか、まあ、そういった農業が育まれてきたんですけども、今このメコン川の えー、上流の水の出どころ、水道でいうと元線みたいな部分、そこが中国があるんですよね。この中国が水力発電のために、このメコン川の上流のダム建設に着手して、まあ、これによってです、ねえー、この中国の思惑、中国がこの、えー、農業用としてダムを開けたり閉めたりする。 それによって水量がもう全然違ってきてしまうという問題が今あります。はい、でこの、まあ、ここに書いてありますけど、中国メコン川に約100基の水力発電用ダムを、もうすでにもう建築済みなんですね。で、今後さらに数十基の建設を予定しているということで、もうメコン川はもう完全に中国のダム建設、これによってもう支配されてしまっている。だからもう中国のこのオマーク次第で、 ネコン川の水量が変わってしまううといことですよね。まあ、これによって、えー、ベトナム全域の農業、まあえー、米もそうですし、あと世界最大のベトナムの生産量を誇るのは、やっぱ、うん、米ですけど、天然ゴムなんかも世界第3位ですね、はい。インドネシア、ベトナムそうですね。で、このコーヒー、コーヒーの生産もこの今、天候不順で、 水がね、水不足っていう、干ばつ、干ばつで水不足になってるんですけども、さらにこのメコン川の川水量がせき止められて、さらにこの干ばつに発掘者がかかってしまってるということです。で実際、この USDA、アメリカの農務省でも、このブラジル、気象の問題もある,あるし、まあ、気象問題でブラジルもこれねえ、ブラジルのコーヒー生産も減ってるんですけども、ベトナムは、えー、こ,のこういった要因、 干ばつそれとこの中国のダム問題で、供給量が減っているため、相、え、対、ー、的に輸出量も減るだろうというふうな予測をしてますね。ということで、まあ、最初のタイトルにありますけれども、もう我々まあ世界のコーヒー愛好家、愛好家だったら、ね、おかしいですね、日本人も含めて世界のコーヒー消費国、もう安いコーヒーは飲めなくなる可能性があるということですね。はい えー、ね。まあ、コーヒーもね、チェーン店いろいろあって、やっ最近もやっぱり結構値上がりしてますよどもともとやっぱり高いな、ね。トールサイトとか言って、はい。今、ちょっと一昔に比べて100円、200円ぐらい高くなってますかね。なんかたまにしか私は行かないんですけど、行くたびになんか値上がりしててね、えー、こんなに高いのって思っちゃいますけど、まあ、今後さらに値上がりする可能性があると。 いうことですね、はい、この写真もですね、この干ばつ、これ、ベトナムの写真なんですけども、これ、つい最近の写真ですね、えー。ここ10年で最悪のベトナム干ばつと言われてますので、まあえー、こういった状況から、まあベトえー、ベトナムのコーヒー生産、影響が出てるということです。でちょっとねここであのー 世界の異常気象とか干ばつとかね、言ったんですけど、今年、去年から今年にかけてのこの干ばつがひどいのは、このスーパーエルニーニョによるものだっていう見方もあります。はい。これは今年の2月の時点で出てきた、えー、ニュースですけども、アメリカ海洋大気,大気局のアっていうところがありますけど、ここが、えー、今年、スーパーエルニーニョ。要するにまあ、えー 程度の強いエルニーになっっててしまっている。まあ、これが地球の温暖化をさらにひどくさせているので、ベトナムとかの一部地域、これに関する干ばつの度合いがひどくなっているというふうな報告ですよね。はい、あともう一つ、WMO ・世界気象機関。 これ、世界の気象の状況を報告したり、あと世界の気温、どれだけ地球の温暖化が進んでいるのか、こういった報告なんかもやってくれてますけども、えー、ここにありますけども、えー、っと、うん、うん、うん、去年1年間、これの平均気温、かえー、過去170年間の間で最も高くなった。やっぱり温暖化、温暖化って言われてますけど、やっぱり実際、現実的にこの温暖化が進んでるってことですよね。 この9割を超える海で海洋熱波と呼ばれる海水温の高い現象が観測された、うんま。私も専門家じゃないのでね分かりませんけどあのサンゴが死んでる沖縄の海とかね潜ったことある人わかると思うんですけど真っ黒ですよね海,海の中ね。昔はねサンゴ礁でもうキラキラしてましたけど綺麗なサンゴ礁でね。 今、サンゴが全部死んじゃって、なんか真っ黒な実になってますよね。怖いぐらいで。サンゴってやっぱり生き物で呼吸をしてるので、これも世界の二酸化炭素濃度、これまではあの薄める効果があったと思うんですけども、サンゴが死滅することで、この地球の、えー、なんですかね、酸素、酸素フォワード、酸素フォワードっていう表現が、まあ、合ってるかどうか分かりませんけど、それが少なくなって、 で、地球の温暖化が進む一つの原因になっているような気がしてならないんですけどね。まあ、ブラジルの森林伐採とか、いろんな原因は確かにある,あると思うんですけども、まあ、こういったね、サンゴの示すとか、まあ、地球温暖化に拍車をかけている大きな要因じゃないかなというふうに思ってます。まあ、いずれにしてもこういった異常気象が進んでますし、えー、地球の温暖化はもう、いろんな人がね、<laughs> 叫んではいるんですけども、コップ 何今何、いくつまでいたコップ1 7、うん、ちょっとわからないな、はいあの。地球温暖化に関する世界的な世界規模での、えー、協議会、まあ。そういうのでね、あのー、もっともっと我々人類は、えー、温暖化を止めるために努力しなきゃいけないという叫声高に叫ばれてはいるんですけども、現実問題、実際問題は下がるどころか、まだまだ、えー、上昇が続いている。 ということで、特に農作物への影響はこれからも、まあ、えー、非常にひどくなる。場合によっては壊滅的になる。っていうようなね、予測は容易になりつつではないかなというふうに思います。で、今年の夏、もう今夏に入りつつありますけれども、秋ぐらいから、えー、今度はラニンニャになるっていうのを、えー、この世界気象機関言ってますね。 えー、エルニオっていうね、代表的な異常気象。これが終わったと思ったら、今度はラ,リーニ,ラ,ニ,ーラニーニャかよって <laughs> いう感じなんですけども、いずれにしても、まだまだこの異常気象は続くということですよね。はい。ということで、えーまあ、こういった世界的な異常気象、それとロブサコーヒーに関しては、中国のダム問題、ダム建設問題、これがあってですね。 まあ、価格が下がる要素が見当たらないというのが実情じゃないかなというふうに思いますので、1977年の高値を抜くのは時間の問題かなというふうな感じがしてます。今、金相場ってもう史上最高のをつけてましてもう青、いわゆる青電所、上値の目標値がないんですね。だから心理的な節目、例えば2500ドルとか3000ドルとか、そういった節目で、 高値予想してるんですけども、コー,ー相場もこの過去最高の上に行てしまうと、いわゆる天井相場、天,天井抜け相場、相場、青天井ということになって、上ん目標がなくなりますね。なので、次はまあ、えー、この5ドルまで上がるのか、6ドルまで上がるのか、この節目、節目までこのね、上がっていく可能性がこれから出てくるということですね。えー、ここまで、あの、だいぶお話を進めて、 させていただいたんですけども、最後にもう一個。えっ、ー、とね、このコーヒー、まあ、地球温暖化にも絡むんですけども、コーヒーの2050年問題っていうのがあります。はい、2050年になると、この、今のコーヒー農園の、農園の広さ、えー、全部含めたコーヒーの相対的な面積量、これが今の、今じゃない、ごめんなさい、2015年比ですね、 2015年との比較で50%、半分まで減少するというふうな見方がありますね。はい、えー、っとまあ、コーヒーの生産地を知ってる人も、これも数少ないと思うんですけども、赤道を中心とした地域でしかコーヒーは生産できなくて、その生産できる地域をコーヒーベルトというふうに言われてます。このコーヒーベルトの地球あの温暖化による影響でですね、 えー、コーヒーが生産できる地域が、もう、ほとんどなくなる傾向になってしまうというふうな見方ですね。はい、あ、これですね、コーヒーベルト。この赤道を中心に、えー、そうした地域ですね、えー南アフ。南アメリカ大陸のほかに、とアフリカ大陸、それとこのアジアですね、東南アジア。 この地域しか取れないんですけども、はい、えっ、ー、と、いろいろですね、コーヒーの木って条件があるみたいで、あの、当然あの植物なんで日光、日の光は大事なんですけども、えー、の極小だと育たないっていうに言われてます。それと、たくさんの水分がないと、土壌水分がないとコーヒーの木が枯れやすくなってしまうので、えー、雨量がたくさんある地域、 あと、ここにあります、書いてありますけれども、年間平均気温が摂氏15から30度ぐらい。あまりこう、酷暑。あの、暑くなってしまうと30度、40度ぐらいになると、立ち、立ち枯れしちゃうんですね。なので、酷暑になると、コーヒー農園全滅してですね、あと霜に弱いってありますね。ブラジルのコーヒー農園、これあの、えー、よくあの害、霜が降りて、えー、コーヒーの木がやられて、 ブラジルのコーヒーが、えー、生産できなくなる、輸出がなくなる、なくなるじゃないですね少なくなる、まあ。そういったニュース、たまに出てくるんですけども、このあまりにも高い気温、それと害、霜が降りた場合、このコーヒーの木が枯れ,て枯れてしまうんですね。なので、えーまあ、今の問題は、目下の問題は地球温暖化、それとともに、えー、地球の温暖たださえ、ね、ブラジル、えー、高,高温なので、これ、ね、40度がとかね、 えーまあ、人の体温36度,36度ですけども、これ以上になってしまうと、コーヒーの木が立ちれになってしまう、それとともに、えー、コーヒーの生産量も落ちてしまうということですね。えー、よくあのブラジルで取れるコーヒー、ブラジル、ブラジルっていうんですけども、これも、なので、この条件が揃わないと取れないですね。えー、よく言われるのは、ミナス・ジュライスっていう場所で、あとパラナ州とかね、まあ、一部の地域でしかコーヒーは取れないんですよね。 なので、こういった、あの、ですかね、あの、高温と騒がに弱いコーヒー、これが、今の状況からちょっとね、気象が変わってしまうと、コーヒーが取れなくなるということで、先ほどね、出てきましたけども50、50%半減してしまうなんて予測も出てきますよね。 でこの今のコーヒー、まだね、我々安くて美味しいコーヒー、まだ飲めてる状況なんですけども、それに先駆けて価格の上昇、それと取れなくなっているのにカカオがありますよね。カカオ。えー、こう、えー、チョコレートに含まれているカカオですね。まあ、これでも、ここも、まあガーナ、世界の、えー、カカオの大きな生産地はガーナですけども、ガーナでは端末によって、やっぱり、あの、木が、 立ち枯れとか、あと大雨によって洪水の被害があったりして、えー、カカオの木が非常に、ね、あのダメージを受けてるということも、あと、この木の病気,病気ですよね。で、今カ、カカオの価格、すごいもう急騰してるんですけども、こういったカカオの、えー、マーケット情勢、これと似たような状況に、これからコーヒーマーケットがなってくる可能性がある、危険性があると。 ここで日産証券かららのお知らせです日産証券では株式投資信託債券株価指数先物取引から商品先物取引外国為替証拠金取引株価指数証拠金取引まで取扱い商品を拡充しあらゆるお客様のニーズにお応えできるようサービス環境を整備しております。 特に商品先物取引では対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページでご確認ください。以上日産証券かららのののお知らせででしたはいといととうことでこのコーヒーヒ年問題 2050年になると、えー、コーヒーの値が半減になって、まあその分だけ、半分になるってことは生産量も半分になるってことですよね。単純に。で、もちろん自国で消費する分もありますので、輸出量がもうベロボンに減ってくるってことです。だから、こう、輸入に頼っている国々、まあ、ヨーロッパもそうですし、北米も、まあ北米はまだいいのかな。日本とかね、こういった国々は、 コーヒーの輸出が回ってこない、来なくなってしまう可能性があるので、まあ本当に2050年以降、我々日本人含めて一部の消費国、もうコーヒーが飲めなくなってしまう。飲め,飲めてもめちゃくちゃ高い、一杯ね、一万円とか、一万円、まあ一杯五千とか、六千とか、一万円とか、いうものすごい高いコーヒーになってしまう可能性があるということですね。まるで SF の世界のようですけども、まあそんなじょ時代、状況がひたひたと、 迫ってきているということですよね。はい。ということで、えー、今日の、今回のコーヒーのお話、ここまでです。最後に、まあ、データというか資料として、今のコーヒーの自給状況について見ていきたいというふうに思っています。まあ、お話はここまでですので、ここからはね、あのー、マニアックにもっとコーヒーのことを知りたいという人向けですので、 最初にあの、コーヒーの生産ですね。これアラビカのコーヒー生産。今、地球温暖化といってもね、あの、足元はこの微増ですね。増えてますね。2024、25年のこれ見積もりですけども、これもちょっとね、増えてますね。で、まあ、これ、まあ、説明する必要もないと思うんですけども、アラビカ州、世界最大の生産国はブラジルです。圧倒的ですね。で、2位がコロンビア。3位が アフリカのエチオピア。でロブスターも、まあ、そんなに大きくは減っていないですよね。で、ベトナムが世界の3分の1のコーヒーを作ってます。で、えー、アラビカ種は世界の半分ブラジルが作ってたんですけれども、えー、4分の1から3分の1、これも、ロブスター種もブラジルが作ってます。3位がインドネシア。 同じですよ、これね。はい。で、えー、うん、ん。あ、これ国別ですね。国別の水移ですね。ブラジルの水位、ベトナムの水位、コロンビアの水位、インドネシアの水位ということですね。で、最後にコーヒーの需給ですね。はい。まあ、このグラフの中で見ていただきたいのが、需給格差。それと期末在庫。 ま、つがちょっとね、減ってる、減る傾向にありますね。まあ、それだけ消費が多いということですね。はい。ということで、えー、第2部はコーヒーについて見ていきました。安くて美味しいコーヒー、我々本当にいつまで飲めるんですかね。はい。ということで、えー、第1は金、第2はコーヒーについて見ていきました。はい。ぜひ、あの、チャンネル登録の方もね、お願いできると幸いです。 では、これにて失礼いたします。